全眠りを覚まし地球を襲う神秘の影に誰かが向かって行かねばならぬ不思議の謎を解かねばならぬ地球が大ピンチ地球は地球を守るのだファイヤーファイヤーファイヤースティック手に持ってこれこれ燃えろマグマのファイヤーマン怪獣分析班の山上さんは凛さん憧れの人そんな山上さんに怪獣細胞横流しの疑いが秘密の捜査に協力する凛さん揺れる心が真実に迫っていく次回ウルトラマンアークさよなら凛走れユーマ円谷イマジネーションそれは円谷プロファンのための究極のサービスまだ入ってないの？あ、絶対会員になった方がいいよ。ポイント1、うるさまやエキスポ、ザライブなどのイベントチケットを先行でゲットできちゃう。ポイント2、ウルトラマンシリーズや円谷特撮作品が見放題。第1話から最終話まで一気見するもよし、お気に入りのシーンを繰り返し見てか様がもちろん最新作ウルトラマンアークも全話配信。ポイント3、オリジナル配信番組も充実。ジャグラスジャグラー役の青柳高也さんがゲストと楽しいトークを繰り広げる。うなぎ生配信の高也の部屋、関智一さんが小ネタを挟みつつダイナ宇宙をずっとさまよってるみたいなね、作品を深掘りしていく関智一のウルトラクラブ。八つ咲氷危ねえ。ウルトラ初心者の A マッソ加納さんをウルトラ沼にはめろ。これがたまらんのです。ウルカツライフ、ちょっと待って、推しを倒したんですか。そうなんです。この他にもオリジナル小説やコミックス、ショーのアーカイブにインタビュー、キャラクターデザインや怪獣造形の裏側などなど、もうほんと消化しきれないくらい盛りだくさん。つぶらやプロのエンターテインメントをいつでもどこでも楽しめちゃう。もはや生活の一部でしょこれ。あざーす取り乱した。つぶらやイマジネーション、ヒーローや怪獣たちにもっと会える、ウルトラサブスクで検索。夏はうるさま展示エリアや大迫力のステージでみんなの想像の力を解き放とう。君の力がウルトラヒーローの力となる。僕たちスキップのメンバーも登場するから、みんなの想像力でヒーローに力を届けよう。太陽のような真っ赤に焼けた巨大な隕石が落ちたその夜、海は美しい発光現象を起こした。青江半島沖で発生したこの不思議な異変は何人かの人たちを結びつけた。隕石の落下した海で航行テストをしていた海洋調査船シーマリン号の設計者千葉太工学博士、特殊ロケット燃料を開発した宇宙工学の第一人者水島三郎博士、異変の調査に当たった海洋学生物学の権威海野軍八博士、博士の助手葉山真理子、そして青江半島で発掘作業を続けていた謎の青年三崎大輔。
信じられますか、こんなことを。この目で見たんですから、信じないわけにはいきませんね。ああ。雲野先生。おう。君、確か美咲君だったね。そうです。見なかったかね、今こっちの方に炎のようなものが。見ました。それで追ってきたんです。所長、東京からわずか1200キロの海に白亜紀の生物が生きているってことですね。ええ。隕石の落下に海水の温度の異常上昇、海の発光現象に怪獣の出現、これについてはまだ何とも申し上げられません。調査中です。雲野博士は現地で調査を続けるんですね。そうなると思います。すぐ会議が始まります、ね。あ、所長、もう一つ。トリケラトプスと言いましたね。これについてはトリケラトプスではありません。変異しています。それに50メートル以上に巨大化しています。突然変異ですか。海の汚染とか水爆の実験に関係ありませんか。地球は現在氷河期に張り掛けてるそうですが、何か関係ありませんかね。例の炎のとこ、ファイヤー、あ、そうそう、ファイヤーマンとでもいいんですか。それについてはまだ何も申し上げられません。あ、社長、この地球は今何かが起きてる。いや、地球だけじゃない、宇宙の異変、宇宙人の侵略を警告している科学者もいる。そうですね、原因不明の異変や奇怪な事件、そういえば今地球は非常に危険な状態にあるんですね。怖いわ。我々は我々の力で地球を守らなきゃいけないんだ。ええ、先生のおっしゃる通りです。今度の場合はあの巨人が突然現れて危機を脱しましたが、もしあの巨人が現れなかったら。そうだ、我々はあらゆる異変に備えて強い科学の力を持たなければ。ええ、科学の戦いですね。しかし科学者は少しおごりすぎてましたね。ん？我々科学者は何にも分かっちゃいない。地球はまだ謎だらけです。我々も今人工衛星をどんどん打ち上げているが、それが地球の気象にどんな影響を与えるのか、何も分かっちゃいないんですよ。化石ですね。ああ、美咲って青年がこの島の奥で発掘したんだ。ああ、あの青年ですか。ございました先生。おう。光る海水から見つけた原生生物の成分の分析結果です。おう。転送されてきた写真です。こっちがその拡大写真、それからこれが例のドーバーの白い崖を砕いて発見したコツコリットの拡大写真です。うん。マリちゃん、これは海洋開発センターが開発した宇宙食の成分とよく似てるぞ。宇宙食の成分？これでよしと。どうぞ。どうも。どう。先生、すみませんがちょっと来ていただけませんでしょうか。先生。美咲君。ええ。突然光り始めたんです。焚き火をしたのか。はい、冷えてきたものですから。それだな。は？いや、光る海から見つけたものと同じ原生生物がこの骨の化石の中で生き続けていたんだ。
それが熱を受けて41度以上になると大繁殖をし、やがて発光するんだ。しかしこの化石は白亜紀のものですよ。白亜紀から生き続けていたんだよ先生。するとあの海のどっかに白竜怪獣の墓場がある。その骨に寄生している原生生物は火山の爆発やその他水温が異常に上昇するたびに大繁殖する。それを餌にして怪獣は生き続けていたんだ。おそらく餌？センターで開発した宇宙食とよく似た成分なんです。先生、するとあの怪獣は、あの怪獣は、うん、生き続けてきたんだ。それも一匹じゃない、二匹、少なくともオスメスの二匹だ。現にレーダーが一度二匹を同時にキャッチしてる。海底に落下した大隕石は32時間後もまだかなりの高温を保っていた。千葉君、レーダーの修理はいつ終わる？あと30分です。急いでくれ。マリちゃん、航空防衛隊に連絡だ。空からも探してもらおう。はい。ちくしょう、どこへ隠れやがったんだろう。残った一匹だ。いなくなった仲間を探して海底で暴れ回ってるんだ。こちらシーマリン号、航空防衛隊 C21 号機応答願います。こちら C21 号機。ドリゴラスは
姿を消したメスの怪獣ドリゴンを必死に探した。ファイヤー！ファイヤーマンにも弱点がある。地底以外のところでは3分以上ファイヤーマンでいることはできないのだ。最強の武器を使うのだ。ファイヤーマン！どうぞ。所長。おう、海野君、さっき委員会が終わった。あ、それで？政府直属の地球科学特捜隊が作られることが正式に決まったよ。そうですか。ところで、これは全委員の強い要望なんだがね、君に隊長を引き受けてもらいたい。私がですか？うん、頼む。科学のメス、科学の拳銃で地球に危機をもたらすあらゆる謎と戦うサイエンティフィックアタックホースの隊長だ。君しかいない。わかりました、引き受けましょう。海野さん。水島、お前まさか。すいません。おい、今大きな研究テーマに取り組んでるんです。副隊長の役は辞退させてください。お手伝いできることがあったらどんなことでもします。水島、本当に申し訳ないんですが。水島、君の宇宙工学の知識が必要なんだ。考え直してくれんか。千葉は喜んでタイに入ってくれた。例の美咲っていう青年も入ってくれるはずだ。ええ、
頼む。もう一度考え直してくれ。海野さん、すいません。残念だな。水島、僕は君に右腕になってもらいたかったんだ。それじゃ。どう？来てくれたね。重大な仕事だ。また危険な仕事でもある。君の専門の考古学や地質学の知識を十分生かしてもらいたい。そうだ、指令センターに案内しよう。それから履歴書はマリちゃんに渡しておいてくれ。忘れたのか。いいよ、いつでも。先生。どうしたんだ。すみません、お手伝いできないんです。なんだって。ダメだ、あの人たちと一緒に戦えない。僕は地底人岬だ。ファイヤーマンとして地球を守るために一人で戦うんだ。チェックしてくれ。はい。サイエンティフィックアタックフォースは水島美咲の2名が欠員のまま、海野隊長を中心に設備が着々と整えられていた。おい、レーダーの点検済んだか。どうぞ、こちらです。おお、海野君、大体設備は整ったね。ああ、さっき宇宙空間からの異常電波をキャッチしたという情報が入ったよ。そうですか。水島君の領分ですな。残念だな。水島、僕はね、君に右腕になってもらいたかったんだよ。出動しましょう。隊長。隊長。分かった。行こう。あ、美咲さん。これで全員揃いましたね。海野さん。よろしく頼むぞ。水島美咲はマリン号で取ってくれ、はい、千葉山は新マリンで私と一緒だ。はい、行こう。性能をアップし、レーザーガンを装備し、戦列に加わったシーマリン号。マッハ6、宇宙空間飛行も可能なマリン号。陥れる恐怖の原始怪獣、地球を狙う宇宙人、原因不明の天変地異、奇怪な事件、あらゆる地球の謎に科学の力で挑戦する5人の隊員、サイエンティフィックアタックフォース GO！
隊が三陸半島沖合に墜落した。その中に凶悪なインベーダーが乗っていたのだ。彼らは何の目的でこの地球にやってきたのか。直ちに調査に向かった SF 隊員を待ち受けていたものは。次回謎の宇宙船をみんなで見よう。ウルトラマン80初のブルーレイ発売決定。ウルトラマンシリーズ初めての学園ドラマは、主演長谷川初乃里の教師と友人 M 隊員を兼任する熱血ウルトラマン。リアルな特撮が彩るバラエティ豊かな本編を全話 HD リマスターで収録。フィルムに隠されていたディティールや色彩の階調がさらに美しく際立つ。映像特典として貴重なインタビューやイベント映像を多数収録。ウルトラマン80ブルーレイボックス、2025年3月19日いよいよ発売。ザ・ウルトラマン初のブルーレイ発売決定。ウルトラマンシリーズ初めてのテレビアニメ作品、豪華キャストスタッフによるアニメーションを新規レストア。セルガ特有の味わいを生かしつつ、フィルムに残されていた情報を鮮やかに引き出しました。映像特典として貴重なインタビューを、さらに最終回4部作を一本化し、長編アニメ映画として新規制作。ザ・ウルトラマンブルーレイボックス、11月22日発売。今地球に迫り来る恐怖、オモラ、エレキング、バルタン星人、力を貸してくれウルトラヒーロー。さあ戦いを始めよう。ウルトラソフビシリーズアーク発売中。ウルトラマンデラックス図鑑合言葉キャンペーン。お店で合言葉を伝えると、歴代ウルトラマンの大図鑑が無料でもらえる。これで君もウルトラ博士だ。公式サイトでチェック。お店へゴー。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録してこれからも我々を応援してほしい。また会おう。